ということで、こちらマッチサークルの方が、完成いたしました。これをなぜ作ったかというと、あの年末の大掃除でですね、あの大量のマッチが余ってると、私昨年相当マッチを買ってたみたいで、すごい量のマッチがあったので、なんかできないかなと思ってたところ、こういうの作ってる動画を見つけたので、その作り方はですね、僕のあのそうでは説明しないので、あの下にリンクを貼っとくので、その動画を参考にしてください。素晴らしい作り方が載ってたので。これで今日は何をやるかというとですね、まあマッチだからそれ燃やしてしまおうよというということで、今こういう装置をですね、スタンバっています。ミニ四駆の時にも登場したコースになってますけども、この上をこのねマッチサークルがコロ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 燃えながら転がってって、あの下の水にバシャンと入ると、ちょっとですね、ちょっと危険な作業のため、中田さんにですね、何かあった時に、いや大変だっていうことをやってもらうために、あのそばについてもらってます。そう、段ボールの上で組み上げてるんですよ。結構頑丈じゃないかなと思ってるんですけど、はい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 、こういう感じで、おー、あーすごいじゃん、大変だ大変だ、まだ、あーさあ見てください、こういう感じで、すごい、あーまね、ほらバラバラにならない、外しても、うん、これがこの上を、あ、いけるそうじゃない？おー、あ、いけそうだね。ちょっと一回これを、だからこれがどういくかというと、こういう感じでいくわけですよね。こっちでもう火つけますわ、ここでね。私がバーナーあるんだっけ。バーナーもあるし、一旦ここでこう押さえとかなきゃいけないわけでしょ。ああ、なるほど。うわあ、ちょっと緊張するな。ではちょっと行ってみましょう。手離すタイミング教えてね。手離すタイミング教えてね。はい、多分教えます。多分、まだですよ。はいはい、はい、離しましょう。はい、一箇所しか燃えてねえじゃん。だから言ったんだよ、一箇所しか燃えてねえじゃん。さあ、ということでですね、新年一発目の、工作実験の方はですね、こういう結果になりました。ただ今見てください、あちらにカメラ iPhone とね GoPro が今水中に仕込んであるんです。だからその絵にかけたいと思います。無理と思う。大変だ大変だ。でもこれは転がったと。そう、これはすごくよく転がると。まあでもほら、いい絵が撮れてるかもしれないから、いやそれにかけよう。いい絵が撮れてるかもしれないから、はい、ということで、今日はそういう動画でした。またまたねー。大変だ大変だー。